はい、皆さんこんにちは、林です。いやー、もう7月に入ったのにね、まあまだ梅雨は明けないですし、都内結構寒いんですよね。まあ今日もですね、23度か24度ぐらいで結構寒くて、今僕長袖を着ております。まあただこれからだんだん暑くなってきますし、僕も夏服ですね、まだ T シャツしか持ってないんですよ。まあなので今日はですね、せっかくの日曜日なので、まあちょっとね、今日はね、東京都議会選挙の日なんですよ。はい、なんですけど、僕ね、今墨田区に住んでるんですけど、4月まで世田谷に住んでいたので、そっちで投票しないといけないんですよね。まあなので今日はね、久々に三軒茶屋の方に行ってですね、まあ投票したりとか、あと渋谷の方で、まあ僕の好きな洋服のね、お店とかがあるので、ちょっとね、今日は買い物しようかなと思っております。まあそんな余談は置いといてですね、今日はですね、お部屋をおしゃれに見せられる無印良品のインテリアグッズをですね、まあ7選厳選しましたので、これをですね、ご紹介しようかなと思います。まあ実は似たような動画って去年撮ったんですよ、福岡の家でね。まあなんですけど、あの時まだ 1K の部屋でしたし、まあそれから結構インテリアグッズですね、新しいね、無印良品で出たグッズとかもありましたので、まあ今回は2021年版ということで、まあお部屋をおしゃれに見せられるインテリアグッズをですね、まあ7つ厳選したので、この動画でご紹介しようかなと思います。それではね、早速詳細いってみましょう。では今日はですね、こんな感じでハンディのカメラを持ち歩きながら、ちょっと僕の部屋をですね、見ながらおしゃれアイテムをちょっと紹介しようかなと思います。ではまず一つ目はですね、こちらの無印良品の壁につけられる家具の投げしというものです。僕ずっとね、長押しって呼んでたんですけど、これ投げしっていうらしいですね。ちょっと初めて知りました。これですね、簡単に壁につけられるタイプの家具で、まあ押しピンみたいなものでね、壁の石膏ボードに取り付けて、まあ、使う家具になるんですけれども、まあ、この投げしっていうのは、まあ、ちょっとここにですね、こう出っ張りがあって、こんな感じでマガジンラックで使うことができたりとか、あとここにですね、ちょっとフックとかをね、引っ掛ける風にもちょっと使えるかなっていう風に思ってます。僕はこんな感じでマガジンラックとして使っているんですけれども、まあ、無印のね、この本ですよね、アーカイブだったりとか、あとはこちらカーサブルータスね、もう2年ぐらい前に買った雑誌で、たまに読み返すんですよね。結構インテリアとか参考になるので、あとサウナが好きなのでサウナブロスとか、なんか新刊が出たらしいのでまた買おうかなと思うんですけど、ちょっとねこれがペローンとなってるので、これちょっと改善しないとなっていう風に今思っているところです。はい、この投げしのメリットとしては、やっぱり壁に簡単につけられてマガジンラックが作れるっていうところかなと思います。まあここいつもね、僕が撮影している画角なのでわかるかなと思うんですけど、こんな感じでやっぱり壁際にね、マガジンラックがあると、こうちょっとね、インテリアとして映えるというか、まあおしゃれ空間になるかなと思うので、僕のように壁にこんな感じに雑誌を置きたいっていう方はですね、ぜひ投げし買ってみるといいんじゃないかなと思います。ということで、まず一つ目はこちらの壁につけられる家具の投げしになります。次、二つ目はですね、こちらの無垢材ベンチになります。はい、これはですね、僕ベッド脇に置いてるんですけれども、こんな感じでこちらのね、アロマディフューザーを置いたりとか、あと観葉植物を置いて、まあ、ちょっとベッド脇のですね、まあ、ちょっとしたスペースというか、やっぱり僕の場合寝る前にいつもアロマをね、入れて寝てますので、まあ、それ用のね、ベンチとして置いてます。まあ、ベンチというかサイドテーブルですね。こんな感じでベッド脇に置いてるので、なんかこうホテルライクというか、まあ、やっぱりちょっと無地ホテルっぽくしたいなと思ってこれ置いたんですけど、まあ、やっぱりアロマディフューザーとこういった観葉植物があるだけでも、まあ、いい感じでおしゃれ空間になるし、やっぱりベッド脇に植物があるっていうのも僕ね、結構いいかなって思うんですよね。これ結構ね、買った当初と比べるとかなり成長してまして、一時期ちょっと枯れかけたんですけど、まあ、見事に復活しました。でこんな感じでこうすごいもじゃもじゃっとしてるんですけれども、はい、ここに置いております。あとアロマオイルとかですね。まあ僕はね、こんな感じでディフューザーと植物しか置いてないんですけど、まあ例えばこの植物の代わりにこうスマホスタンドとかね、置くとこのベッド脇で充電もできるので、すごく便利かなっていうふうに思います。僕もね、一時期置こうとしていた時があったんですけど、スマホはですね、また別のところで、ここに実は、はい、配線を設けておりますので、ここケーブル結構アナログなんですけど、特にワイヤレス充電とか使わずにここにケーブルがあって、ここで充電をしております。ということで2つ目、こちらのベンチなんですけど、まあ、ベッド脇のサイドテーブル以外としても、普通に観葉植物を飾る用の棚として全然活用している方非常に多いかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで2つ目はこちらの、サイドテーブルですね、無垢材の、テーブルベンチになります。次3つ目はこちらです。
これバンカーズボックスって言われるものですね。これフェローズっていうところから出しているバンカーズボックスの OEM で、まあ、ダンボールボックスみたいな名前だったかな、無印ではで売ってるんですけど、こんな感じでもう見せる収納というか見せる収納ボックスとしては非常におしゃれな部類に入るかなと思います。まさかねフェローズのバンカーズボックスが無印で買えるとは思わず、今僕この中にはですね、まあ、ちょっと、重いんですけど書籍を入れております。はい、こんな感じで、まあ、やっぱり書籍をそのまま置くのはなんかちょっと見た目としてはなんていうんですかね、ごちゃごちゃっとしちゃうので、まあ、ただ紙の本も僕数冊持ってますので、それをねこんな感じでバンカーズボックスに入れて保存しているという感じですね。まあ、この無印のユニットシェルフにもすっぽり入る大きさで、これね2つ入りで1500円なので、まあ、価格としても非常に買いやすい値段かなと思います。まあ、棚に見せる収納を置きたいっていう方にはこのフェローズのバンカーズボックスの OEM 非常におすすめなんじゃないかなと思います。ってことで3つ目はこちらのバンカーズボックスになります。次4つ目はですねこちらの LED アームライトというものになります。これは僕こういった感じでデスクに置いてるんですけれども、これ可愛いですよね。本当にあのディズニー映画のこうピクサーのねあの冒頭に出てくるようなそういったデザインを彷彿とさせるんですけれども、まあ、やっぱりテレワークになってからもともとねデスクライトって僕全然置いてなかったんですけど、まあ、やっぱり一日中ここでね仕事をしているので、まあ、何か照らすものが欲しかったんですよね。でなった時にやっぱりあのこのテーブルも無印だし椅子も無印だしって考えると、まあ、すっきりとやっぱり無印で統一した方がいいかなと思って、こちらの無印の LED アームライトを、使いました。ちょっと今からアレクサを反応させるので、気をつけてください。アレクサデスクつけて。はい、はい、こんな感じでちょっと今画面がすごいことになってると思うんですけど、はい、電気がつきます。アレクサデスク消して。はい、はい、こんな感じで、電球はですねスマートスピーカーに対応したものを使ってますので、こんな感じで声でデスクライトもオンオフをつけることができます。一応スイッチもここにあるんですけど、これあんまり使ってないですね。正直もうここのオンオフだけで済ませてます。あとは僕は台座があるタイプを買ったんですけど、これあの例えばちょっとこれ全然違うものなんですけどマイクがあるんですけど、こんな感じでこういう風に止める金具で、ライトをつけられるものも売ってますので、正直僕そっちにすればよかったなって今後悔をしているんですけれども、はい、こんな感じで、まあ、可愛いデスクライトが無印で買えちゃうっていう感じですね。テレワークだったりとかデスク周りこだわりたいという方はぜひ、参考にしてみてください。ってことで4つ目はこちらの、LED のアームライトになります。では次はですねこちらの底面吸水型の、観葉植物になります。僕はこんな感じでプランターツリーみたいな感じで置いてるんですけれども、はい、植物をこういう風に連ねております。これ実はですねこれ底面吸水型っていう無印のね売ってる観葉植物の種類なんですよ。こんな感じで、はい、鉢がこんな感じで底面吸水になってて、ただちょっともう水がなくなってきてるので後で補充をします。であとはですね鉢が選べるんですよ。僕の場合はこのドローアラインっていうところから、ツリーとして吊ら下げているのでこの3連のタイプを買ってるんですけれども、まあ、他にも、まあ、先ほどお見せしたようにこんな白磁のものもこれ同じタイプですね。あ、しかもちょっと新芽が生えてきてますね。ちょうどいい。はい、こういう風に鉢が選べるタイプも売ってます。まあ、白磁だったりとかこういう風にちょっとツリー感覚で、使えるタイプですね。まあ、これ結構ねやっぱりね育てやすい。本当に底面吸水型なので水を入れる部分がですねこれ綺麗に決まってるんですよ。ちょっと取り出すとちょっと下にライン見えますかね。もう本当にわずか水を入れて、あとはこんな感じで、まあ、大体夏場だったら、2、3日に1回ぐらいですね水をやって、冬場だと1週間に1回ぐらいでいいですね。本当に育てやすくて価格も1000円以下990円ぐらいで買えるので、非常に買いやすい観葉植物になってるんじゃないかなと思います。観葉植物初心者の方非常に育てやすいかなと思いますので、こんな感じで、観葉植物を取り入れてちょっと部屋をおしゃれに見せたいっていう方は、ぜひ参考にしてみてください。ってことで、5つ目はこちらの底面吸水型の、鉢が選べる観葉植物になります。次6つ目はまたデスク周りに来たんですけど、これはい、また壁につけられる家具のところに置いてるこれです。時計、これ公園の時計というやつなんですけど、これ1900円ぐらいで買える時計で、やっぱりねおしゃれなんですよ。こんな感じで
なんかいかにもね、公園に置いてる時計をこうミニチュア化しましたみたいな感じなんですけど、これ僕ね5年ぐらい使ってます。もう大学生の頃、一人暮らしを始めてから、ずっと愛用してる時計で、まあ正直時計として時間あんまり見てないんですけど、インテリア時計としてこういう風にね置くとやっぱ映えるんじゃないかなと思うんですよね。置く場所はこんな感じでデスク周りでもいいですし、あと寝具があるところでも全然いいかなと思うんですけど、やっぱりこんな感じでちょっとおしゃれな時計があると、まあ、インテリアのねアイテムとしても馴染むので、まあ、買って損はないかなっていうふうに思ってます。まあ、正直僕も5年以上使ってるし、電池がなくなったら、またボタン電池で取り替えればいいので非常に簡単です。まあ1990円くらいの価格なので、まあインテリアとして何かこう時計をね、小さいものを置きたいという方には非常にお勧めできるんじゃないのかなというふうに思います。ってことで、6つ目はこちらの公園の時計になります。では次、最後はですね、これなんですよね。結構ね、オーソドックスなんですけど、こちらのティッシュです。はい。無印良品のこのアクリルのティッシュボックスですね。僕これをちょっと出窓に置いてるので、ちょっと今逆光がすごいかなって思うんですけど、これですね、インテリアとしても使えるティッシュとして僕はね非常に推したい。ティッシュって基本的にこうすごく生活感が出るものだと思うんですよね。もちろん箱のまま使うとこう花柄のねなんかパッケージとかあると思うんですけど、やっぱりどうしても生活感出ちゃうと。でもこのアクリルのティッシュボックスであれば、これ半透明で、あとティッシュがねこんな感じで白じゃないんですよね。これ置いていて遜色がないので、こんな感じで出窓に置いていてもすごくこうすっきりと目立つんじゃないかなっていうふうに思っております。やっぱりねインテリアとして馴染むこういったティッシュがあるとやっぱテンション上がりますよね。僕の場合これも2年ぐらい愛用していて、家のねティッシュこれだけです、基本的に。なのでこれね詰め替えがね無印で売ってるので、毎回この詰め替えのねティッシュを買い替えてるって感じですね。まあ確かに値段としてはちょっと高くはなってしまうんですけど、インテリア重視でいきたいという方はこれぐらいねこだわるのもいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ってことで最後こちらですね、アクリルのティッシュボックスになります。はい、ってことで今日はですね、無印良品で買えるおしゃれインテリアグッズをですね7つ厳選してご紹介しました。まあ、やっぱり去年と大きく変わるところっていうのも結構あるかなと思います。まあ、まず部屋をちょっと広くしたっていうところで、結構ねワークスペースっていうのをね整えるようになって、こう LED のアームライトとか買ったりとか、まあ、あとはここにちょこっと映っているこのねバンカーズボックスとかも、これはね去年出たばっかりのアイテムだと思うので、結構ね去年のラインナップとはまた大きくね変わったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ無印って結構ねおしゃれでかつシンプルなねインテリアっていうの作れますし、僕もそういったのね結構心がけていて、まあ今無地ホテルっぽい空間にしてるかなと思いますので、まあ無印良品でですねシンプルでおしゃれな部屋を作りたいという方はですね、ぜひねこの動画参考にしていただけたらなと思います。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。この無印林のチャンネルではですね、無印良品のアイテムのレビューだったりとか、あと無印良品を中心としたシンプルなライフスタイル、そしてガジェットのレビューとかをやっておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録とこの動画のグッドボタン高評価よろしくお願いします。あとですね、最近インスタグラムを本格的に再開し始めました。インスタの方では文字投稿で無印良品のアイテムのレビューはもちろんなんですけれども、まあ、動画でも似たようなことは解説はしているんですけれども、まあ、文字投稿とか写真でサクッと確認したいっていう方はぜひインスタグラムねチェックしてみてください。この動画の概要欄にリンク貼ってますので、そこからぜひチェックよろしくお願いします。ってことで本日の動画以上になります。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。